パンパシフィック、インターナショナルホールディングス、ドンキホーテ長崎屋過去に存在した、長崎屋の店舗過去に存在した、長崎屋の店舗は、かつて長崎屋として営業していた店舗の情報を掲載している。下記は、かつて長崎屋として営業していた店舗で、現在は、ドンキホーテ、または、メガドンキホーテとして営業している店舗を示している。 秋田県、宮城県、福島県、ラパーク、岩木、茨城県、栃木県、メガドン・キホーテ、黒磯店、群馬県、長崎屋、キルー店、埼玉県、ラパーク、ハスダ、千葉県、東京都、長崎屋、八王子店、神奈川県、長崎屋、二股川店、新潟県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、北海道、青森県、八戸店が、入る、八のラピア、茨城県、荒川沖店、長崎屋、町田店、右側、手前が、 帯広店跡を転用したポポロ、青森県、秋田県、山形県、長崎や山形中央店が入居していた、横田ビル、宮城県、福島県、福島駅前通りアーケード内、写真手前左に、初代福島店があった。2代目福島店跡地の、アクスクリオンドールガーデン、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 長崎屋洗浄台店のあった、ラパーク洗浄台神奈川県長崎屋上大岡店、東京都新潟県ニーツ店の建物は、ベルシティニーツとして営業しているラパーク、青楼長崎屋の建物は、プラントマイナス4として営業している、長野県ショッピングプラザーゲイン、富山県石川県福井県岐阜県静岡県、長崎屋瀬名店愛知県 VW の看板がある。 ビルが豊橋店アートの開発ビル、京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県岡山県福岡県大分県熊本県。ありがとうございます。